ケルビン水滴誘導起電気の模式図。ケルビン水滴誘導起電気とは、1867年に、アイルランド出身の物理学者、ウィリアム・トムソンが発明した一種の静電発電機。下り落ちる水流に対して、静電誘導を及ぼすことにより、二系統の周電器に逆符号の電荷を蓄積して、高い電位差を作り出す装置である。高電圧発生装置としての性能は後に、 開発されたバンデグラフ起電機などに及ばず、実用上、研究上の用途を与えている。しかし、作成が容易であり、静電気学の諸原理を実演するのにうってつけであることから、物理教育の教材として用いられたり、サイエンスフェアなどで展示される、典型的な装置構成を上手に示す。水などの導電性の液体が入ったタンクから、二股のホースを伸ばし、 それぞれの先端から滴り落ちる水を二つの金属バケツに溜める。それぞれのホースの近くに金属のリングを設置し、水流がリングと直接触れずにその中を通るようにしておく。それぞれのリングは逆側のバケツと電気的に接続される。つまり、左のリングは右のバケツに接続され、右のリングは左のバケツに接続される。 バケツやリングはもう一方の形やグラウンドから絶縁されていなければならない。ホースから出る水は完全に連続した流れであってはならず、バケツに触れるまでの間に途切れて水滴になっている。必要がある。1918年のスケッチ。ケルビンによるオリジナルのスケッチ。装置の原型。ここでは水滴をバケツではなく金属製のロートで受け、 電荷を抜き取った後の水を下に流してしまう。電荷は2本の雷電瓶に貯められる。この起電機が動作を始めるには、2つのバケツの間に、わずかな帯電量の差がなければならない。ただしバケツが互いに絶縁されていれば、ランダムな揺らぎによって、必ず差があると考えてよい。ここでは、右のバケツがわずかにまさに帯電していたとする。すると、右のバケツに接続されている。 左のリングもやはりまさに帯電していることになる。この静電化は静電気力によって水中の不電化を引きつけるため、左の水流には不電化が集められる。その先端から分かれた水滴は負に帯電した状態で落下していき、左のバケツ及び右のリングに不電化を与える。こうして右のリングが負に帯電すると同様のプロセスで右の水流には 正の電荷が集められる。右の水流の先端から分かれた水滴は、正の電荷を携えて、まさに帯電したバケツにぶつかっていき、バケツの帯電をさらに強める。以上のように、水中の正電荷は、右側の流れに集められ、まさに帯電している、右のバケツに溜まっていく。不電荷は、左側の流れに集められ、不に帯電している、左のバケツに溜まっていく。 このように液中の電荷が分離されるプロセスを静電誘導という。それぞれのバケツの帯電量が増えるにつれ、リング電位の絶対値も増加し、静電誘導のプロセスはさらに効率化する。これは一種の正フィードバックとなっており、ケルビンによれば、電荷の損失がないと仮定すると帯電量は時間と、ともに指数関数的に増大する。このプロセスにおいて、ホース中央非イオン、 影イオンが移動することで電流が流れる。電流は水自体の流れとは独立しており、例えば水流が右の不帯電リングに近づくとき、水中の影イオンは水の流れに逆らって左側に運動する。やがて二つのバケツの帯電量が大きくなると、いくつかの興味深い効果を観察することができる。バケツやリングの間に瞬間的なスパークが発生することがあり、 これによって電荷が移動することで両者の帯電量は減少する。リングを通過する時点で水流が途切れ途切れになっておらず、なおかつ水流がリングの中心からずれているのなら、スパークが発生する直前にリングからの空論引力で水流が曲げられる様子が見られる。バケツの帯電量が大きくなると、まっすぐで安定していた水流が電荷の事故、反発作用によって、 円錐状に広がることがある。水流がちょうどリング近辺で水滴に分かれるように調整されていれば、水滴がリングに吸い寄せられ、帯電していたリングに逆符号の電荷を与えて、軽の帯電量を減少させることがある。あるいはまた、落下する水滴に対して、バケツが空論反発力を及ぼして、外に吹き飛ばしてしまうこともある。これらの効果はいずれもバケツの帯電量を 減少させたり、リーク電流の原因となったりするため、気電気の最大電圧を制限する。水滴気電気では10から 20KV 程度の電圧を作ることができるが、電荷の絶対量が小さいため、靴とカーペットが擦られて生じる静電気と比べても、人体に対する危険性は小さい。二つのバケツに蓄積される逆符号の電荷は、 電気的なポテンシャルエネルギーを表しており、火花が飛ぶとこのエネルギーが光や熱として放出される。その源は水が落下するときに放出された重力の一エネルギーである。帯電した水滴はバケツの電荷が作る電場から上向きの力を受けているので、落下するときに仕事を行い、重力の一エネルギーを電気的なポテンシャルエネルギーに変換する。残りの一エネルギーは 水滴の運動エネルギーとなる。運動エネルギーはバケツに衝突するときに熱となって失われるので、この気電気は発電機としては非常に効率が悪い。とはいえ、エネルギー変換の原理自体は一般の水力発電とそれほど変わるわけではない。常にそうであるように、エネルギーの保存はここでも成立している。2014年のケンブリッジサイエンスフェスティバルで、 展示されたケルビン水滴気電気。バケツが金属の導体であれば、電荷は水ではなくバケツの表面に蓄積される。これは通常の静電誘導の過程であり、関連するファラデーのアイスペール実験でも同じことが起きている。また、帯電した大きい金属容器の内側に少量の電荷を送り込むことで、さらに帯電を強めるというアイディアは、 バンデグラフ気電気と同じ物理に基づいている。バケツが金属製ではない場合、ワイヤーの端を水につけておけば気電気は動作する。この時電化はバケツの表面ではなく水面に蓄積される。この気電気の前身となったのは、ケルビン自身が大気電位を測定するために発明したケルビン水滴集電機である。水滴集電機は絶縁された水タンクと、 パイプからなる装置で、パイプの先端から少しずつ水が滴り落ちるようになっている。流れ出た水に対して、周囲の環境から静電的な作用が働くと、静電誘導によって、水の先端部に電荷が誘起される。電荷は、水滴と共に運び去られるので、タンク内の水から絶えず電荷が流出することになる。これにより水の電位が変化していき、 やがてパイプ先端の大気電位と等しくなったところで変化が止まる。ケルビンはこの装置を用いて世界各地の大気電位を継続的に記録することを提唱し、大気電気学の確立に大きな役割を果たした。水滴集電器のパイプを2系統に増やし、水滴から電荷を回収する仕組みと誘導電極を設けたものが水滴誘導機電気電器である。 三系統の水流を用いて誘導起電機を構成することにより参照交流の高圧を作成できることが示されている。また、系統の数をさらに増加させることも可能である。2013年、オランダのトゥーエンテ大学の研究者を代表とするグループがマイクロ流体を用いた水滴起電機を作成した。この方式では重力の代わりに 空気圧を用いており、電圧の因果によって、マイクロメートルサイズの水滴を帯電、変形、分割させることが可能である。ウィムズファースト式誘導機電機、同様に、静電誘導を利用している、機電機。ありがとうございます。